種子銀行に保存されている種子種子銀行とは遺伝的多様性の維持のために植物の種子を保存する施設または組織のこと遺伝子資源の保存という観点からジーンバンクの一種であるとも言えるその目的は様々あり農業利用されている植物の収量増加や大病性乾燥体制に関わる遺伝子を確保することや 一般的に生物多様性を守るための生息域外保全の一つとして保存されている。また、自然災害や病害中、戦争などの不測の事態から種子を守ることができる。多くの種子銀行は、数十年、あるいは数世紀にわたって、公的支援によって活動しており、公的な研究活動のために利用を可能である。種子は生き物であり、 長期間生存可能な状態に保つためには適切な湿度と温度で保存する必要がある。親植物体内で成熟するにつれて多くの種子が大肝性を得ることができる。このような性質を持つオーソドックス種子は乾燥及び低温条件で長期保存が可能である。国際連合食糧農業機関は 国際農業研究協議グループや国際生物多様性センターなどの助言をもとに2014年1月に種子の長期保存の標準規格を策定したこの文書では種子の保存法について5摂氏20度相対湿度10から25%で乾燥後密閉容器に入れ最も大元に近い種子や大元から適切に 増やされた種子はマイナス18摂氏3度、相対湿度15プラスマイナス3%の条件で、長期保存する。配布するためや、保存状態の確認のために、短期、中期保存する場合は、相対湿度15プラスマイナス3%、5摂氏10度の冷蔵条件で保存することを、提唱している。種子が、生存能力を失う時期を予測するのは難しい。 ことから、保存中に発芽率を確認している。発芽率が一定限度を下回った場合、種子は再発種され新鮮な種子が再度収集、長期保存される。オーソドックス種子の場合はそれで長期間の保存が可能であるが、そのような条件下で死亡、あるいは発芽してしまうような難貯蔵性種子などは保存できないという問題点がある。また、 種子銀行に、世界各地の植物の種子を多量に蓄積することは、バイオバイラシーにあたる、可能性があるとして非難されることもある。自然保護の他の手段として、種子生産植物の下道保全がある。原市保全としては、種子生産植物の自然生息地の保護を目的とした、国立公園や国有林、国立野生生物保護区の指定が挙げられる。 樹木園では保護された土地に植樹することで樹木を保存する。より安価にコミュニティによって運営される種子図書館ではその土地の遺伝子資源を保存できる。種子が途上中で休眠状態になることはよく知られており、オンタリオ州北部における事例をヒルズモリスがまとめている。しかし、オンタリオ州北部における種子銀行の働きについては、 情報が非常に乏しく、様々な種類の森林の土壌における植物種やその種子の豊富さ、また外乱を受けた後の植生変化に対する種子銀行機能を判断するには、さらなる研究が求められる。種子の密度や多様さに関して、アカンタイ森林と落葉性森林で比較されており、行われた研究について述べられている。このレビューでは、 種子銀行のダイナミクス、種子銀行における種子の生理学、亜寒帯森林と落葉性森林の種子銀行、種子銀行のダイナミクスと継承、そしてオンタリオ州北部における種子銀行研究を始めることの提案が詳細に述べられている。種子は数百年間どころか数千年間生存することもある。植物として生存できる最古の種子は、 ユダヤナツメヤシの種子であり、イスラエルのヘロデ大王宮殿の発掘調査で得られたものである。2012年2月、ロシアの科学者が菅原ビランジを3万2000歳の種子から再生させることに成功したと発表した。この種子は、シベリアの永久凍土層の80万の種子の中から見つかったもので、38メートルの穴の中で発見されたものである。 種子組織は移植可能になるまで試験管の中で育てられた。これは DNA が適切な環境下では長寿命であることの証左である。気候変動の進展に伴って種子銀行のような保存努力はより重要になると期待される。種子銀行はコミュニティが局所的な気候変動に耐性のある種子を供給するよう進める。 気候変動による問題に直面した時に、コミュニティベースの種子銀行によって、種子の選択、処理、保存、流通といった、植物管理に関する地元住民の理解を深めながら、地域に適した、収穫作物の多様な選択肢を享受できるようになる。2006年現在、世界中の1300余りの種子銀行に、約600万系統が維持されている。 代表執筆者の姓の ABC 順、ありがとうございます。